さんこんばんは、来てくれてありがとう。えー、こんばんは、感じたけしさん、こんばんは、遅くにありがとうございます。えっ、ー、と、なえー、出たメガネ、だめメ,メガネ、いいメガネ。えー、おはおはありがとう、きャんちゃん、おはよう。えー、かわいい、あざす。メガネだとコバさん、いつも喜んでくれる。えっ、ー、と、相変わらず、おもいテラップ、何時だと思っての ガジュタン、そんな何時だと思っている時に来てくれるのがガジュタン。ありがとう、こんばんは。えーと、わろた <laughs> わ。わ、わ、らわれた。えー、こんなに遅く。笑いかどこな。お、サロウだ。サロウ、サロウ、束縛。ありがとう、サロウ。あれサロウさんは、なんで起きてるのいい子は寝る時間だよ。 ありがとう来てくれていやメガネじゃなくても可愛いけどもうねメガネだよ夜はメガネが楽だよカウントだけしてくれ、ね、ごめん星ない <laughs> 素直にありがとうえー、皆さんお星様50カウントありがとうございますただいまは皆様の左手のバナーにあるこちら えー、ショールーム地上波番組テレビ東京道玄坂コネクションの出演者イベントに参加してます。えー、なんと本日最終日です。えー、11月1 0日木曜日、今日21時59分までで、えー、とイベントが終了となります。えー、ぜひ あ星様50カウントに加え、が楽しいコメントをね、していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ピコリンチョ。あとはですね、あの、通りすがりな初見の方とかも、ぜひ、あの、青いタン、あったかそうだね。何着てるのとか、青いタン、黒髪が綺麗だね。とか、青いタンと一緒におねんねしたいってコメント50個入れると50ポイントまで入ります。ぜひよろしくお願いします。ピコリンチョ。えっ、ー、と、 とととととと電車の中でたら今日も元気すごいもう芸能人並みのあれだよりほちゃんりほにゃんは寝ないと成長しないぞと申しません申しませんど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 ん縮んでいくんですえーザあいたんこんばんはハロウィンビンこんばんはハロウィンなら起きていると思っていてあいたんはえー、いい子は寝る時間あなたは悪い子とあいたんはもともといい子じゃないもん50星集めして寝る準備なのにうわー ありがとうありがとうねあローマ字のジュンチャーさんありがとうえっ、ー、とうんしかがない星あげようありがとうお星さまキラキラ光るあおいたんありがとうお星さまえーとどこだととととと,と,とんまって メガネかけてる可愛い天使いるんだけど、あ、通りすがいの初見、ヒルヒルキューさんはじめまして来てくれてありがとうございますメガネが好きなの来てくれてありがとうございますラックユーアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のメガネ葵ちゃんことナンバー葵ですよろしくお願いしますぜひ、右上のハートピンクにしてってください ひろきゅうさんなんかどっかで見たななんでだろうえーとあおいんあったかそうだね何着てるのあっありがとうありがとうありがとうあのー、ほんと寒くこれ何ていうの斑点てっていうのもう寒くて寒くてあのー、これわかんないけど何の何のキャラかわかんないけどかわいい点てってやつわかんないけど斑点てって呼んでるうちでは <laughs> トーレスガイですありがとうじんちゃんさん 助かりますありがとう初見でおいたんとねんねんしたいは怖いなうん怖いうんあの一歩間違ったら2フォースやつえー、ジンベエジンベエはだって薄いじゃんえーとあおいたんこんばんはあ香りさんこんばんは来てくれてありがとう香りさんっていつもなんかすごいこういう土深夜の方が来てくれるね <laughs> ありがとうえー、もともと悪い子、うん、悪い子あおいたんの えー、さっき枠配信中におちしてさっき目覚めまあ布団で寝なきゃって思ってたところでさ寝ぼけながらゆっぴーさんありがとうございますえっ、ー、と縮んでいくりほちゃんかわいすぎないキーホルダーにりほちゃんえっ、ー、と起きてないショールーム開いたままにしてたら葵ちゃんの声が聞こえてきた起きた葵ちゃんのこと大好きだねイェーイえっ、ー、と宇宙完了しましたありがとう感じたきさんありがとうありがとううさぎ うんたん偶然ですね。僕もメガネです。夫、仲間ですかメガネ。あの、こっちが本体なんで、メガネが本体です、あいた。えー、キーホルダーになれたらいろんなとこ行けますね。どこ行くどこ行くあいた、沖縄行きたいかな沖縄。メガネが好きというか、メガネ男子ですし、あそっか。じゃあ、仲間だね。あいたね、目がすごく悪くて、あのー、乱視が強いんですよ。 えーと夢の中で葵ちんが必死に配信してる映像が出てきて何事かと思ったそれ現実だよ現実 <laughs> えっと夜中におはようございますラオさんおはようございますありがとう来てくれてこんばんはーえっ、ー、と葵ちんと一緒におねんねんしたいってよりあなたを無視してでも眠りたいあ,あすんませんみんな起きてよ起きてー寂しいよー えーと私夜中1時から2時まで仕事してるから朝に寝るんであそうなのかそういうことかそっか遅くまでお疲れ様えメガネが本体普段かけてないのに、ね、<laughs> 普段どこ行った本体って感じなんかノイローゼになったかと思ったもうショールームのイベントに侵されすぎて大丈夫大丈夫そういや本当はあのさっきね夜中1時ぐらいに配信したので寝ようかなって思ってたんですけどもそうなんか やっぱせっかくだしそう何のせっかくかわからんが <laughs> せっかくだしなんかやっちゃうと思ってそうなあの頭の中に2人の青いたんがいてそうあの2人の青いたんがいたのよそうこっちが天使青いたんこっちが悪魔の青いたんで「そうえっ、ー、やめとけなよ早く寝なよ」「いややった方がいいぞ」えー「えっでも寝不足はお肌に「いややるんだやるんだ」 てていうのでやってみた <laughs> えっと、あっ、かおりさん、ハートありがとうございます。ありがとう。思い出はじきにアイドル。ありがとう。ハートありがとう、かおりさん。りほちゃん、キーホルダー、シーサーの口に入れとくね、嘘帰らぬ人に。え、シーサーの口の中、シーサー。シーサーってさ、何の動物なのえっ、ー、と、プチ完了、ありがとう。 ありがとう、ごさん。えー、まだやってる。あピスパンありがとうこんばんは。もうそろそろおはようなのかなありがとう。えー、こんばんは。あれさっきおやすみって言ったはずが。あれ あれ、やみちゃんこんばんは。やみちゃんありがとう。来てくれて、えー、沖縄県民なんで案内団で行けば本当ですかえ。本当に沖縄ですか？あうた沖縄は1回しか行ったことなくて、高校2年生の時に修学旅行で行ったんですけど、いやそれがすごい楽しくてそう。あのまたなんかそういう旅行とかで行きたいなって思っております。とえー、ハート100受け取ってありがとう。かおりさんえ手、ー、より行きたくない。 時半半で翔太お帰りなさいがリょウタお疲れお腹空すいたでしょ何食べる今ちょっとここにはやっぱりちょっと人参しかないんだけど <laughs> えっと寝不足が天使の方か <laughs> 寝不足はお腹にいやでもねそんなね大丈夫大丈夫えっ、ー、となんか見せてくれるものあるのせっかくだし何え何何が見たいのえー、悪魔が勝ったのかひひひひ えっとややるんだやるんんだだ寝不足なんていつものことだろうが勝ったのねまあそうそうなんだそうだからまあそう <laughs> なんかうさぎうさぎだなうさぎだなえっ、ー、と、まあ、じゃあ終わったら一緒におねんねしよう草やめてよやめてよ草じゃないはらえっ、ー、と小宮さんの財布 L と V のロゴだったんだけどな あと改めて聞いてくるわ「え家の守り神ですシーサー」「シーサーね」なんか沖縄の,その修学旅行の時になんかシーサーになんか好きな色を塗ってデザインするみたいなやつをやった気がする、うん、あとはなんかマリン体験って言って海海の花が入ったりあとはあれが美味しかったあのシークワーサージュースと海ぶどうとジーマミ豆腐 がすごく美味しかったのを覚えているあおいたえっ、ー、とシーサーはあれだよ不審者が家に入ろうとすると腕噛みちぎってくれる <laughs> 本当にちょっとだいぶんだいぶモテるよねきょんちゃん <laughs> えっとシーサーはこ犬みたいなものですでも守ってくれるっていうのはそうなのね大丈夫うちもねあのねいるんですよあのうちの中に入って悪さしようとするやつをこうやって大きい口で食べる進撃の春子っていうのがえっ、ー、と とっとっとお弁当目の前だけど配信見て早く食べて風呂って寝たいご,ごめんって邪魔して <laughs>、えー、だから無視してでも眠たいって書いてやろうでも無視できないんだよありがとうガチャタん星集め直すのも結構寝ぼけながらしてた <laughs> ありがとうみんなありがとうあっなちさんいるありがとうございますあれっハク様いるえー、ととっとトとと んんんんんおはよう、ハク様ありがとうカウンターありがとうございますおはようありがとう、起こしてごめんね。てか、バカ師匠もいるし、広いもさんもいるテレビ好きさんもいる。ありがとう、えー、初見の方、ありがとうございますぜひ、えー、とも、イベント最終日なので、えー、よかったら右上のハートもピンクにして、ついでにコメントをしてってください。えっ、ー、と。 アイドルのバスツアーでシーサーは塗りしがちアイドルのバスツアーバスツアーしたいえっ、ー、とせっかくだから配信しましたってからよっぽどの、えー、ネタがあるのかとうんうんそれはもうあれだよあのみんなに会いたくてダメなの会いたいっていう気持ちだけじゃダメなの えーと <laughs>、えー、サーターアンダギーはあーサーターアンダギーは確かになんか出来たてのやつで美味しかった気がする顎の外れたシーサーこっちちちちちち確かにシー,あーまあそうだなちょっとそうねシーサーみたいに見えなくもないけどえーとセミ終わった早いね ありがとう、りほちゃん。えーん、シーサーってコミュみたいなもん。全然違う、全然違う。えー、あっ、ハクサマハートありがとう。ありがとう。思い出は敵にアイドル。倒れそうなこともあるけれど。えっ、ー、と。 ネタ持って配信してるときのが少ないやん。あうちん自身がネタみたいなもんだからね。えっ、ー、と、こそおりありがとう、いのラブさん。こんばんは。来てくれてありがとうございます。えー、あアイスありがとう、りほちゃん。アイス。え、見て、なんかずっとさ、これ置いてある、これさ、中ラムネかな見て。ハロー、来て、こんにちは。はい、ということで。 ありがとうーありがとう、りほちゃん。えっ、ー、と、小宮さんみたいに超ミニスカで配信するとか、ミニスカミニスカ、寒いじゃん。アイスどうぞ。おーああ、なんだ真似されたぞ。真似された。ありがとう、みんな。でも、ほんとに。だって今何時、今、何時今、今、3時56分でございます。みんな、ありがとうございます、ほんとに。えー、シーサーですが、口が開いてるのと閉めているのが嘘 空いてるのしか知らないおいたんえー、美少女女神様まだもうありましたねありがとう女性最高さんこんばんは来てくれてありがとうございますそうちょっとだけいやおいたんが真似した花うちの方が先やった花うーん花えっとあハクさまかわいいありがとうぶちがてドンかわいいあおいたんありがとうなんか そう目が痛い子みたいなウィンクしかできないんだっけど痛い痛い痛い目が痛いー <laughs> <laughs> ええと汗かいてる女性サイコさんアイスくれアオ怖い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 よーやめてくださいきょんちゃん暴力お風呂上がりなんだっけまっ、あ、てほどでもないんですけどそうほっこりほこほこではないえー、とあっりほちゃんかわいいかわいいあおいたん ありがとう、ありがとうねえっ、ー、と何々超足の大きさがなだってはい通報、はい、いや確かにそう皆さんまあねこんなね深夜にね足のサイズを聞いたってねどうせ忘れちゃうと思うから言うんですけどあのアオイタンは割と女性にしては足が大きい方でえっ、ー、と大きめに言うと26センチ小さめに言うと25センチなんですよ そう間を取って2 5 5センチなんだけどそうあの結構やっぱ男性と同じとかあるからよくえっ、ー、とウインクタンもうね左とか絶対できない右でかろうじてえっ、ー、とあ白ハクサマぴゃん尊いありがとう尊い葵タン ありがとうねえ、ハク様、28センチ、待って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 、待って,待って,待ってもっとね、ボケがすぎるぞ、なちさん。え知ってるから、今さら忘れない。いや本当に、足が、たまにね、でもね、同じ悩みを持つ女性がいるんですよ。足が大きくて、靴がないっていう。えっ、ー、と、右目をペロペロされてる子みたいなウインクだなら、いて、いて、いててて。 えっとウィキに追加ありがとう青いさんのウィキペディア作ってくれる、えー、配信終わってからお風呂入るんだっけ配信終わってから化粧を落とすえっ、ー、と可愛い,いから問題ないかわいいかわいいしょうがないなじゃあ誕生日プレゼントにこれをあげるよキテちゃーんこれマイクこれ中なんだろうラムネかなハローキテこんにちはえっとあー サルオさんババババアッちゃんとといありがとうとおといありがとうサルオさん結婚はごめんなさいえっ、ー、とりほちゃん8センチくらいだっけうんうん違うよあのー、あれでしょ足のサイズでしょうん4センチぐらいえっ、ー、と開いてるのだと沖縄でいうマジンから家を守るためと言われてへえすごいなー オいたより1 0ンチぐらい背が大きいけど足は2 6ンチなんだけど1 0ンチぐらい100170170いくつってことで足は26ええー、いやでももともと多分難波家は割と足が大きい方なんですよ。母親は普通だけどあのー、お父さんとかは20お父さん何センチだろう ?27 ぐらい で、ニーヤンは28近くあるんです多分足のサイズがだからなんかそういうそういう家系なのえっ、ー、とトトトトトわイタンプラーありがとう、うん、喜んでるそれえ 4cm 目も目もおと化粧落として化粧水とかでケアしてからねしますよ化粧水紹介してあげようか <laughs> なんかさあのー、なんだろう かんない青いとあんまりやったことないけどそれなんかさメイク道具の紹介とかさあとスキンケアの紹介とか全然したことないけどさそれさ知りたいかななんかわかんない知りたいって言ってもらったら全然言うんだけどなんかやっぱ男の人とか特になんか聞いてもわかんないかなと思って <laughs> なんか特に何も言ったことないんだけどえー、こんばんはカラフルさんありがとうカラフルさんわー はじめまして来てくれてありがとうラックユーアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のは葵さんことナンバー葵ですただいまイベントに参加してますよかったらコメントしていってくださいカラフルさん女性最高さんハートありがとうございます思い出は直にアイドルありがとうハートえーと 4cm びきに追いうかすぐウィきなんだから3週相当完了担当芸相当芸か相当芸ありがとうありがとう3週すごいねありがとうえあ、ー、おいたんのウィきできたら二の歌みたいにあれすごいよねなんか二宮さん結婚ですごいなんか荒れてますがでももう幸せなら何でもいいと思うんだあおいたんはえー、と アウトポスティングキャッチハートワンハーうわ久しぶりに英語表記のやつ見て100個投げたよありがとうございますありがとう、えー、あ足のサイズ年と一緒だあ22センチちっちゃこんなんじゃんえっ、ー、と汗かいてる別に別別いや別あ興味ないでも、えっと、諸説ある一つだけどね招き猫みたいな服を呼ぶっていうのもあるシーサーがいいな ネネ174.4か5センチぐらいだから1 7 4センチって言ってるえっんで1 7 5ンチとか言っとけばいいのに <laughs> えーっと眼鏡の度数とコンタクトの度数を教えてくださいえっコンタクトの度数はえー、っとね眼鏡の度数はちょっとわかんないんだけどコンタクトの度数は卵子入りでえー、っと こっちが左がマイナス5.25で右がマイナス6.0だった気がしますうんえっ、ー、と分かるこれ言って女性最後さん汗かいてそこまで言われたら気になるよ化粧水本当に <laughs> えっと化粧水はあのー、別に化粧水 <laughs> よいしょよいしょ化粧水はよいしょ 化粧水とか、あとなんかいろいろ、あの、パックするやつとかいろいろあるけど、一番、あの、オーソドックスな使っている化粧水は、これです。白順。あのー、なんか極純とか知ってるそう。あの、の、まあ、なんか、ちょっと、なんていうのあの、ちょっと肌が白くなるのではないかという白順です。はい。で、これはなんか限定パッケージの時に買ったから、こんななんかイラスト付きのパッケージなの、これは。えっ、ー、と、 とっとっと,と,と,とえ青、ー、いと結婚会やばどうした何想像したえっとあいたんのウィキにチョコレート検定初級と中級は乗るのかな乗せて乗せてちゃんといつでも出すよいつでも出すよもうここにいつでもあるからチョコレートそう知ってる方も知らない方も私はですね将来チョコレート屋さんに就職しようかと思って。 チョコレート検定というものを取りました。えチョコレートの初級と中級で、ま、名前がチョコレートスペシャリストとチョコレートエキスパートって言います <laughs>、えー。ぜひチョコレートのことなら聞いてください。ぺこりんちょえーと 本当じゃ王太こわいえ仮に好きな芸能人が幸せになるならおめでとうだと普通思うんやえそうだってねなんかあの推しが幸せなら幸せっていうそういう感じえついでに体重を教えてくれちゃうんりんご100個分ぐらい <laughs> リンゴ100個って何キロツアー前に発表ってのもあったからねああ二宮さん あ、とかツアーがあるのか。175センチって言うと、ちょっと持ってるだろうって言われそうじゃん。じゃあ、オイタはも身長163.4センチだけど、うー百155センチとか言っても大丈夫。<laughs> えっと、コンビニコスメは使わないの。コンビニコスメコンビニでは買わないね。薬局、薬局、薬局。猫カフェは何猫カフェ猫カフェあ、そう、将来、猫カフェ開くとか言ってたんだ、さっき。えー、二の。 とほぼ同じ世代であれだけかけ男とこそうはいないからなぁいやーでもすごい素晴らしいですよねやっぱなんか素晴らしい尊敬ですねえっ、ー、と化粧水ありがとうなんか店頭で見たことある全、ね、然、ね、そうドラッグストアとかにあるやつでそんななんかすごくすごく高いものとかではないのでえっとえー青い炭は TT 兄弟ちょっと待ってどういうこと ?TT? どういうことえー、テンパリング、えー 上げから温度言ってみてみええー、何度だっけもう忘れちゃったよそこ <laughs> 何,でだっけ何度だっけ何度だっけえー、だってあれそんな50嘘ついた嘘ついた嘘ついた37度から38度まで上げて278度まで下げてまた323度に上げるんだっけあれちょっと待って。 ちょっとそこらへん思い出せないえっ、ー、とりんご100個5 0キロ1個5 0 0ム計算あそう意外とそういう普通なんだじゃあちょっとりんごりんご200個分ぐらいにしとこうかな現実味がないやつえっ、ー、とりんご1個の重さを測ってくるね <laughs> ありがとうありがとうえりんご1個平均2 9 5 6ラほんとにそんな細か細かいね今約3 0 0ムねえー、1 5 5ンチちっちゃいねえちよっちあれ あれだってりほちゃんあれでしょリホちゃん1 3 0ンチぐらいでしょ。えっ、ー、と、将来猫カフェ猫の方んえっと、あ <laughs> おいたんが猫にゃー。えば、ー、んは、あーおーい、DD さん。ありがとう、DD さん。カウントありがとうございます。こんばんは。ちょっとこっそりやってみてます。えー、あおいと同じ身長だったって、本当に百六に1 6 3 4ンチなんかあいた、うん。 そのなんか最初本当に1 5 0ンチもない小さな子だったんですよなのに高校生ぐらいの時に1 0ンチぐらい身長が伸びてでえなんかその後大学入ってもなんか身長が伸び続け1 6 3 4ンチこんな時間にうん葵ちタン的にはまだ夜の23時ぐらいえー、ととっ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 とととえー、どこまでいったえっ、ー、といやくさあれ 草、草言われた <laughs> えっとあきちゃんの出産はえー、何でものおおむね祝福されてるものばっかりだけど否定的なものは自分は見なかった悲しくなるからね葵ちゃんを初めて見た時思ってたよりちっちゃいって思ったけどえっ、ー、う違うんですよなんかそう、よくね葵ちゃんはショールーム見ると小さいって言われるからそう身長大きいからね大きいからねって言ってると逆に構えすぎてあれ思ったより大きくないなっていう人も増えてきた最近えーオース よっちゃんイカさんなんかよっちゃんイカなんかよっちゃんイカ食べます <laughs> はじめましてよっちゃんイカさん来てくれてありがとうございます。ラックユーアイドル編集部といって、えー、ラックユーアイドルパスという、えー、クーポン付きアイドル専門誌を編集しながらアイドル活動するグループです。えー、あおいたんこと南部あおいです。よろしくお願いします。ぺこりんちょ。 えーともっと上げなければ45から5027くらい3030 30あれそんな上げるっけそんな上げるっけテンパリングってあるよな多分ここにえっ、ー、とタ立チツでテンパリングテンパリングのページいっぱいあるわテンパリングテンパリングの詳細は58ページ参照 本当だ全然違かった <laughs> チョコレートを50から55度に加熱する温度を27から29まで下げるああげるのがあれ,あれ最初50って言ったのにね下げちゃったねまあまあまあそう31から32まで上げるつやが大事だからねチョコレートはねえっ、ー、とどこだ、えー、うさぎカフェにしろやいあはいラビットさん、えー、最初はみんな小さい子です、うん 小さかったんすよ最初はえーとおはようああ太一さん昨日は爆睡モードだったなありがとう太一さんこんばんは遅くにありがとうえー、ワイヤーであ飲んだくれおはよう来てくれてありがとうそうだ小梅さんが明日からさてが水着配信するって嘘見なきゃ35歳が1 6 3ンチの動画で学ラン んつけたらどうなると思うえとりあえずあれじゃないなんか昼間歩いたら歩道されるよえ埼玉県民の日おはようございますあよヨたタンありがとうそうなんですよ皆さん本日11月14日は埼玉県民の日なんですけどもこの中に埼玉県の人はーいえーアウですねえーさ市埼玉県さて市の桜親善大使を務めているんですがえー、ぜひとも まああのそんな埼玉県民の日に幸手市に行った方は葵いゃんが褒めてあげよう <laughs> なんかね今日ねあれなんですよ浅草の花屋敷とか入園無料なんですよそうなんかいろいろそうお得な日なんですよえっ、ー、と葵いゃんは知らんけどミュータンって子は言うほどそんな大きくなかった嘘やろいやいやいや身長同じやって えっとりほちゃんの方が詳しいんだその証明書あげな。ね、<laughs> わーいチョコの資格ゲットあれ <laughs> うん頑張ったのにその小さかった最初って何歳やねんえ1 0歳前後 <laughs> えっとチョコの知識あっても作れないのねまあ、でもなんかあんたんそうチョコを作るっていうよりなんかそれなんだろうあの例えばティラミスとかあとなんかワッフルとか なんかねそうチョコレートバレンタインでもチョコレートっていうものをあんまり作らないかも、うん、作ってガトーショコラとかそういう感じですかねえっ、ー、とどこだ、えー、タクシーが来なくて帰れないえどうしたのなんだっけどどこにいんのこっちも最初は小さかったはずなんだけどなあれハクさまもこんな時代がおはようあケイさんおはようありがとう来てくれておはよう外国の人はー <laughs> ありがとうありがとうちょっとあちょっとあのー、なんだっけ今日ね台湾の話したんですよニコニコラバーズさんがなんかタピオカの歌を出したんだけどそのミュージックビデオを台湾で撮影したって話をしたな県民の歌を歌ってえわかんない県民の歌え聞けばわかんのかな楽団つけなくても補導されたことありますあら補導か アイタン歩道ってされたことないよえコ、ー、バトンが生まれたから埼玉県民の日コバトンが生まれた日なん4 8ンチで生まれて147なおだから1 0 0ンチ伸びてないの草行ったことあったっけこれうん、うん、行ったことないけど今草だなって思った <laughs> えっとえー、浅草の花屋敷が無料って浅草って埼玉関係ないやいやいや いやいやいや、だ,だ,だ埼玉を友達だと思ってくれてるんですよ、浅草の花屋敷が。おいたー、カウントして、ありがとうありがとうございます。みんな、お星様ご助ントありがとう。ぜひ、ツイッターのマークを押して、ナンバー青い配信中ってツイートしてくれたら、あおいたんが喜びます。今日は県民の日だよね。そうなんです。埼玉県民の日なんですよ。そうまあだからといってね、あの何があるわけでもないけど、タピオカの歌、そう、なんかタピオカ、 の歌で振り付けもこういうタピオカの振り付けがあるって言ってたえっ、ー、とバレンタインにチョコレートフォンデュ欲しいんチョコレートフォンデュ自分で板チョコ溶かせばできるやつえー草違う草じゃないねキきょんちゃん花ー <laughs> 花ですよ花はいえーまあこんな深夜ですがえーと一個だけ告知をするとこちらえー11月30日土曜日 ナンバアオイ撮影会オフ会があります。えー、土曜日ですね、11月の,、まあ、のこの末にあの思い出を作ろうということで、えー、と個人の撮影会とオフ会は9月の誕生日ぶりですね、2ヶ月ぶりとなります。えー、今、チゲットでそれぞれ予約フォームがあって予約を受けたまってます。えー、来週の火曜日の23時59分まで予約受け付けてるので、そう撮影会は人数が もう多いので、おそらく抽選になるので、そう、あのー、ですが、まあぜひ応募するだけしてみて、オフ会は先着なので、まあ、とりあえずご飯食べたいなと思ったら、応募してという感じで、ぜひ皆さん、えー、素敵な思い出を作りましょう、お待ちしてます。ピコリンちゃんえーと こ,こ,なえこたつから出たくないなうわこたつあるのかいいな芝待て待て待て <laughs> 芝範囲が広い埼玉の公立の学生は休日だから花屋敷で遊ぶんでしょうねあーそういうことえでもさなんだっけだってあれだよあのー、あいたん、まあ、その大学はあのー、埼玉県の大学だったわけなんですけどもあのー、埼玉県民の日にあの休みにならなかったよ確か。 確かねえっと森浜待って違う違うなんかみんな大喜利みたいになってる違う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 えっと埼玉に行くなら新宿池袋どの辺から上陸するのん埼玉に行くなら新宿え どの辺から上陸え好きなところからどうぞ。え、葵は大人っぽいから、おありがとう。おやすみなさい。女性最高さんありがとう。おやすみなさい。えー、ジャングル。じゃん <laughs> どんどん草わんさかわんさか生えてるね。今度葵たんの名所もらいに行かなくちゃ、ぜひとも。ぜひとも、こちらですね、ペーパーアイドルっていう、あの、浜松町でやってるイベントの時にあの無料でお配りしてるので、ぜひお越しください。えっ、ー、と、 ととととととと、ととととととえー、告知、お前らー、はようー、もうないです。あの、舞台は、ちょっとね、そう、舞台のお誘いね、そう、あのー、12月にあったんだけど、いや、今年はもうスターマーマレードで締めくくりましたってお断りした。えっと、なんの音えっと、家族の生活音、あのー、起きてるんですよ。起きてるんです。あのー、なんか大人たちが。えっ、ー、と、 撮影会、その日東京撮るけどカメラ持ってきたくない。まあいいんですよ、撮影会なんて。写真を撮りたい人は撮ればいいし、お話ししたい人はお話をすればいいし、自由なんです。えー、っと、汗かいてる。青いかわいいのでフォローしとこう。ありがとうございます。えー、ミス埼玉県立大学って言ったの。いや、ミスコンは、なんかね、あの、応募する人が少なすぎてなしになったんですよね、確か。そう、そうなの。だからなんか、 あの埼玉県立大学の大学祭っていうのがまあまあね毎年政党祭っていうのがあるんだけどなんかそういうミスコン系が目玉じゃなくてあの埼玉県立大学はえっとまあ文化祭が文化大学祭が2日間あって土日ででその日曜日の夜に花火が打ち上がるんですよしかも結構ちゃんとした大きい花火が打ち上がるのでそれが目玉でしたえっと浜松町からだと遠いんじゃないのは埼玉 いやどこでも遠いよ埼玉の山奥の遠いよどこもそりゃ起きてるわ大人はそう起きてるのお母さん起きてるんかおはようございます、うん、おはようおはよう起きてるよえーとまた来年出てーえなにえミスコンミスコンなになに、ね、あ,来年あ舞台ね舞台ね <laughs> ミスコンかと思った <laughs> そ舞台ねまたあのー、なんだ なんかオイたん今度はそうあの、ね、知ってる方も知らない方も10月の末に「スター・マーマレード」っていうパステルカラトさんプロデュースの舞台に出たんですけどオイたんはウサギの役だったんですよラビット主人公が、まあ、想像の中で作ったアリスの住人の中のウサギラビットであのー、人間じゃなかったんですそうなので、まあ、今度こそは生きた人間がいいなと思うし、まあ、なんかなんだろう あのー、いつもと違う感じがいいななんか例えばさあのー、なんかすごくなんか怒鳴りつける役とかなんかすごいクールな役とかそうねええー、とこの時間に起きてるの目 <laughs> もう緑だったら何でもいい説ね目30分経ったしもう空終わるあそんなだったうそ みんながお話ししてくれるから分からんかった。そうね、そろそろ終わりだね。沖縄からなら、韓国の方は近いわ。韓国行きたい。てか、チーズ食べたい、チーズ。えー、来年、国の桜祭りが中心になりましたね。さての神伝。え、本当ですか嘘でしょ本当に言ってますかなんでですかさて市は、あの、桜神伝大使って言ってる通り、桜が有名なんですけども。困ったね。はい、まあ、そんな感じで、ちょっと、えっ、ー、と、 もう4時ですね皆さんもう4時ですって。誰こんな夜遅くに起きてるの。あおいたんはい。ということで皆さんありがとうございます。浜松町 たまに行くんだけど最後までいれえそうなのかぜひ今度お話しましょうねえー、初見です福岡のマウ夜中でもテンション高いですねカングリンネさんありがとうりんねさん福岡からありがとう埼玉の女ですはじめましてラックユーアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のはあおいちゃんことナンバーあおいですありがとう いつもこんな感じです夜型ですす夜型ぜひあの毎日配信してるので右上のハートピンクにしてってくださいえーと北海道には行かないいや <coughs> 北海道行きたいんですよあおいた人生でまだ北海道に行ったことがないから行きたいんだけど機会ないかなえー、こんばんはあおいさん今はるばるさーんごめんね起こしておはようありがとう えっと、あおいちゃんの顔が見せたけど、タイプの顔だった。ありがとう。よく言われる。<laughs> それは調子乗った。けど、あのー、ありがとうございます。えー、ピンクにしました。起きてたら来ますあらありがとう、りんねさん。ぜひまた来てください。ありがとう。まあ、そんなこんなで、あおいちゃんももうそろそろ終わりにしようかなと思います。えー、きょはね、 この道玄坂コネクションの出演者イベい最終日ですので、まあ、昼間はですね、えー、ちょっとあのどこかでゲリラ配信をできたらなと思っています、まあ、1枠か2枠かで一番最後はですねえっ、ー、と一応21時59分までなので21時10分からまあ22時ぐらいまで配信をしようと思っておりますので最後まで応援よろしくお願いしますぺこりんちょ はい、えー、ありがとう、あ明細さんだ、ありがとう、久しぶり、とりゃあ、メガネ、ありがとう、来てくれて、こんばんは、ありがとうございます、あ待って、ありがとう、あの、パピロジェさん、あのラックのアイドルパスにも載ってるし、前、東京遠征で、あの文化放送に出てくれたパピロジェさんのいぶきちゃん、ありがとう、ありがとうございます、前もね、 前もねなんかあの投げてくれたんですよ。いぶきさんありがとう花束。ええー、ありがとうございます。またライブ一緒にしましょう。一緒に <laughs>。花束どうぞ。ありがとういぶきさん。なんだろう寝たのかな起きたのかなえー、そしてあっヨタハートありがとうございます。ありがとう。はい。ああ、思いは敵にアイドル。ありがとうハート。 えー、とととととととーえー、よく言われる森林 <laughs> もう癒されるね目が癒されるよえっ、ー、と下を見ゆっぽい見ゆ見ゆえっ、ー、とえい、ー、またばっかりーありがとう泣いてくれてありがとう君に涙に合わない えっと、トリオメガネ、ありがとう、ベイサイさん、ありがとうね。えー、イブさん、ありがとう、花はえー、ヨタン、ハート100個、きとって、ありがとうございます。はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。起こしちゃった方、いたら本当にごめんなさい。えー、ちょっと悪いと思っていますが、うん、あんまり悪いとも思ってないかもしれない <laughs> <laughs>、えー。え、いちいちかわいい。あり,ありがとう。 ありがとうございます。えー、ぜひですね、えー、イベント最後まで応援よろしくお願いします。5位、平山さん、ありがとう。4位、ゆっぴさん、ありがとう。3位、猿を、ありがとう。2位、はくさ様、ま、ありがとう。1位、りほちゃん、ありがとうございます。えー、この時間に407名の皆様、本当にありがとうございました。えー、この後も配信していきますので、右上のハートが白い方は、ぜひピンク色にお願いします。あと、えー、ツイッターとインスタグラムやってます。えー、そちらのフォローも ぜひよろしくお願いします。ありがとう。よしありがとうございます。じゃあ,あ白順で終わりにしよう。はい、みんなもあのお肌のケアをして、えー、ゆっくり寝れる時にお休みしましょう。<laughs> 以上、ラッキューアイドル編集部、葵おたんことナンバー葵でした。いい夢見てね。おやすみなさい。